有名なバンドさんからいただいてると思うんですけど、まあ、その通りなんですけど、その通りの曲を、まあ、やってないなと思うんで、まあ、2曲目はちょっと期待していただきたいなと思います。まず、襲名大学ご存知の方いますか？ ありがとうございます。まあ、私たちの大学はちょっと特殊な大学が多くて、特に私たちが入ってる学部は学校教師学部といって、学校の先生になりたい人が入る学部なんですけど、私たち全員その学校教師学部に入っていて、左から国語の先生になりたい人で、こちらの変な人が社会の先生、私が英語の教員になりたい人で、ここの2人、女子の2人が初等の国語になりたい人で、一番左の背が高い人は理科の人ですね、になりたい人です。で、なんか本当に変わってるなと思うのが、まず全員寮に入んなきゃいけないということで、どれだけ家が近くても寮の全員寮制があって、そこに入んなければいけないんですよ。で、それでもっと変わってるのが、まず、全員寮に入るということで夜間学習があるんですね。全部の学校の授業が終わった後にみんなにご飯食べて、サークルやってご飯食べて、その後に全員勉強するんですよ、また。で、夜も変わってるんですね。で、まずその後朝起きたらもっと変わっていて、全員で朝体操というものをするんですね。みんなでラジオ体操を踊るんですよ。ラジオ体操好きな人いますか、この年になって。まず踊ったことない人とかいますか？あ、ありますか、皆さん。で、まあそんな感じで、まず寮館さんに朝7時頃起こされるんですね。まあ、そんな感じで私たちの一日が始まっていきます。今日は襲名大学から来てるの私たちだけなんですけど、まあ、これをきっかけにもっと襲名大学も出てほしいし、みんなの、周りの学校の人にも襲名大学のことを知ってもらいたいなって思います。ちなみに私たちは全2年生なんで、まだ来年もぜひよかったらこちらの方でさせていただきたいと考えていますので、またよろしくお願いします。じゃあ少し早いんですが、ラスト1曲となります。聴いてください。
流し目がやや、いいなどと起こりそう。